はい、皆さんこんにちは、プッシュンブレードの大泉です。今日はね、先日の雪と大雪と打って変わって T シャツないとこう汗ばむくらいのポッカポカの陽気でね、雪も全部溶けて、そんな感じですので、ちょっとキャンプ道具の一つ、ウールのブランケット、毛布ですね、をちょっと手入れしてみようかなと思って今干しました。ウールですね、厚さが暖かさになります。でこれ薄いんですけれども、ウール 100% のもの、軍の放出品ですね。これは手に入れて持ってます。厚いウール 100% のものっていうのはね、本当に見つけづらくって、見つけてもものすごく高いですので、まあちょっと妥協で薄いので、やっておりますが、手入れの方法です。水洗いは必要ないです。天気のいい日に干してですね、風通して、でこういった毛の長いブラシで、まあ、汚れとかホコリをこう吐き落としてもらえればそれで OK です。でこれね、何ですか、ビビーサックとか、あとタープ類でこう外側を組んでアウターシェルを作ってやって、これで寝ると非常に暖かいです。冬はさすがにきついです。もっと暑くないとですけれども、まあ夏とか春の終わりくらいですかとか、その辺だと毛布で、まあ、十分寝れますね。まあ、重いギアなんで、あんまり担いで歩くということはしないですけれども、ベース作ってそこに置きっぱなしにしておくとか、一泊くらいのキャンプだったら、まあこういうのでちょっと昔風のキャンプを楽しんでみるのもいいかなと思います。それではまた、バイバイ。